イカザキ町は、愛媛県の南予地方に、かつて存在した町である。周りを、緑の山々に囲まれた、人口6000人弱の典型的な中山間地ながら、清流小田川と大田小合戦の里としての町づくりを、進めてきた。愛媛県の南部、南予地方の内陸部に属し、大洲市へ、約15キロメートル、松山市へ約40キロメートル。 西は、大須市、北は、内湖町、南は、肘川町、南東は、川辺村に接している。周囲は西に、パラグライダー基地のある、神南山が、南に大登山が横たわっており、パラグライダーハンググライダーも有名で緑多きい、神南山は、フライト基地として、地理的、自然条件的にも西日本最高のコースの一つで、ある。県外からの来抹者も多く、 テイクオフポイント及びパラグライダー練習場も整備されている。肘川の支流の一つである清流、小田川が町の中心部を北から南方向に流れている。流域は比較的平坦な中石盆地で、山は高いところで約600メートル。古代低中世鎌倉時代初期、神の森に竜王城があり、河野氏一族の居城であったとの伝承が残る。 竜王城は、その後城主を転々とし、豊臣秀吉の四国征伐に伴い廃城となった。近世、半世紀半世紀には、大須藩または、新谷藩の領地であった。伊カ崎里に属する、古田、天神、大岐崎、宿藩、奈良の、重松の六村、川辺里に属する鶴巻、ただ海、北表の三村の合わせて九村があった。明治伊カ崎村、 天神村、そ木村成立新町発足後、岡崎町の系府。町村製志工事、大埋崎町聖志工、岡崎村岡崎町。古田、岡崎町、天神村、そ木村内子町、内子町。小田町、天神村、そ木村、内子町、小田町の合併までの系府については、それぞれの町村の記事を参照のこと。 今日では、気迫となりつつあるが、里山、水辺に育まれ、自然と暮らしと、そして産業が密接に絡み合う、独自の農村文化とも言うべきものを形成している。高等学校町内に高等学校はない。中学校小学校農林業と、特徴ある、伝統産業が主体。高速道路一般国道剣道。ありがとうございます。